はいどうも、走れ大井チャンネルです。ちょっとですね、残念なお知らせがありまして、皆さんにはあんまり関係ないんですけど、個人的にちょっとかなりミスを犯しまして、自分の不注意というわけじゃないんですけど、事故ではないですけど、ちょっとあることを、やってしまいまして、自分はですね、いつも撮影するときに、今これ iPhone なんですけど、いつもよりちょっと画質落ちてますよね。いつもはビデオカメラを使って撮ってるんですけど、そんなに高くないんですけどね、ビデオカメラの中では安いタイプの、3万円ちょっと、3万5000円ぐらいで買ったやつなんですけど、これは YouTube に動画を上げるときに、それ用でパソコンと一緒に買いました。で、1年経ってないぐらいでまだ、使ってるんですけど、主に試合とか、ノックするときとかは、これをこう設置して、ノックとか試合をやったりしています。で、ボールが当たった場合はもう壊れちゃうんで、それはちょっと覚悟の上やってるんですけど、あと三脚を使ってるんですよね。三脚でこう立ててやってるんですけど、低い場合ってそんな倒れないんですよ、三脚が。でも遠くを取るときとかは、高くして三脚を立ててやってるんですよね。それなんでやっぱりこう衝撃に弱いんですよ。で、結構何度かこう倒れることがあったんですけど、先週野球 YouTuber 向こうさんと一緒に行った、紅白戦、向こうとの紅白戦があるんですけど、その時は普通に取れてました。でもそれ以前から少しちょっと調子が悪くて、たまにこうピントが合わなかったりレンズが追いつかなかったりしてたんですよね。で、昨日撮影しようとしたら、もうこれちょっとピント合わなくなってて、これ直すのになんかすごい素人じゃできないらしいんですよ。で、修理すると1万7000円とかかかるらしくて、ちょっとこれは今後長く動画を撮影していくときには絶対これ支障出て、例えば試合前にこうつかないとか、試合前にズームできないとかあると思うんで、それはちょっと痛いなと思って、部屋で撮る場合は使えるんですけど、いざ試合とか行ってこうピント合わないとか、ちょっと時間かかっちゃうとあれなんで、本当に部屋用でこれは撮ろうかなと思います。で、これはかなり画質が悪いやつなんですけど、ツイッターとかでも、画質あんま良くないですねみたいな結構コメントもらってまして、iPhone よりはいいんですけど、ちょっと一昨日ですね、登録数7000人突破したということで、これを機に、ビデオ変えようかなと思って、昨日ちょっと、モデルは古いんですけど、画質が上がったやつを買いました。その重いもんじゃないんで、結構倒れちゃうんですよね。それなのでちょっとこれから気をつけてやっていこうかなと思います。という、報告です。で、ビデオ買った時にはまた、そのビデオを買いましたという動画を撮るんですけど、今だいぶ画質落ちてると思うんですけど、今日はですね、この話で終わるとちょっと内容的にも薄いので、ちょっと、商品紹介をしようと思います。今日ちょっと、ケーズ電機さん。電気屋ですね。電気屋で買ってきたものを紹介します。二つ買ってきました。まず一つ目が、こちら。こちらの、MacBook の、この、収納ケースですね。2000円ぐらいでした。これは主にこうパソコンを持ち歩くときに入れておくケースです。パソコンもかなりこう落としたりすると、すぐ割れてしまったり、傷ついたりしてしまうんですけど、あんまり自分は持ち運んだりしないんですけど、月に1回2回はこう持ち運んでどっかで編集したりとかするんで、その時にこうやっぱ裸で持っていくとどうしてもやっぱ不安ですよね。それなんで今回こちらを買ってきました。ちょっと開けてみますね。ちょっと傷がつかないようにっていう意味で買いました。こちらですね、タイプは、はい、こんな感じになってまして、ここを開けて、ここに入れます。で、ここにもチャックがついてまして、ちょっとした小物とか、USB とか、充電器とか入ると思います。ちょっと入れてみますね。はい。こんな感じで、持ち運ぶにはいいかなと思いますね。ちょっとした、落下だったらいいかなと思うんですけど、さすがに高いところから落とすと、壊れちゃうと思いますけど、持ち運ぶときに便利かなと思って、こちらを買いました。はい、もう一つ目です。もう一つ目は、これは野球道具じゃないんですけど、パソコンに動画を保存するときに、自分の持っているパソコン、さっき紹介したやつなんですけど、あんまり容量が多くないんですよね。それなんで、試合とかを取り込んじゃうと、2時間半とか2時間とか入って、すぐいっぱいになっちゃうんですよ。それなんで、こちらの 1TB の、ハードディスクを買いました。これ何かっていうと、パソコンの中に入る容量なんですけど、それの、マックスを超えちゃうと、今度は読み込めなくなります。その場合は、こっちに保存することによって、メモリーを増やせるというか、メモリーを保てますね。このメモリーをこっち側に持ってきて、動画をこっちに撮っておきます。そうすれば、昔の試合とか、映像をこっちに撮っておけるんで、使いたい時に、見たい時に使えるということですね。これはずっと前から欲しかったんですけど、1万円ぐらいしまして、ちょっと買いました。ちょっと安くなってて、7800円ぐらいでしたけどね。いろんな種類があって、ちょっと時間かかったんですけど、今日はこちらを買ってきました。こちらの内容の紹介っていうのはちょっとあんまり考えてなかったんで、特に紹介することはできないんですけど、要はパソコンとつないで、
ハードディスクに入れておくということですね。そのためのものになります。ちょっと開けてみますね。はい、こちら USB が入ってますね。まず USB でパソコンとつなぎます。はい、そしてこちらが本体ですね。かなりコンパクトなサイズで、これとパソコンを USB でつないで、パソコンからデータをこっちに入れておくという感じですね。まあ、これはかなり欲しかったんで良かったです。まあ以前のこちらもそんなに画質良くなかったと思うんですけど、まあ、ちょっと、レベルがちょっとランクが上がって、まあ以前のやつよりは少しいいと思うんで、まあ期待してください。プレゼントキャンペーン7777人で開始ですので、皆さん、Twitter のフォロー、そして、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。失礼します。チャンネル登録お願いします。